情念つかさチャンネルニュースの虎川ガ,ガオーはい始まりました皆様チャンネル登録ねそして、えー、面白かったらいいねボタンね高評価ボタンねさらにあのコメント欄にぜひ感想など書いてください相変わらずあのファッションモンスターで今日はちょっとダブルの、ね、スーツで肩バットは入ってないですけどねあのダブルのスーツでお届けしておりますこのスーツあの桜井し子先生にもあの褒めていただきました <laughs> 桜井先生、えー、先日はどうもありがとうございましたでね今日の、えー、テーマなんですが、えー、昨日ね あのソウル市長選挙とです、ね、プサン市長選挙の投開票がありましてね、まあ、お隣の国のことですけれどもいやーもう政権に大打撃ということでですね、まあ、早速 NHK がねこれ記事にしておりますのでこれをご紹介したいなと思います。ヘッドラインはですね韓国、ソウル、プサン市長選いずれも野党候補が当選ということですねしかもねただの当選じゃないですけど圧勝したんですね、野党候補が、ね。 これによると,です、ねえー、っとソウル市長選挙の方、ねえー、保守系の最大野党、国民の力の呉政君と書いてです、ね、オ・セフン氏、えーえー、が、ね、57.5%の得票率で、えー、パク・ヨンソンというです、ねえー、与党系の共に民主党という、ね、与党系のです、ねえー、候補に18ポイントの大差で勝ったと、えー、いうことです。 またですね、プサンの市長選挙も最大野党の,、えー野野党えー、の候補ね、まあ、要は国民の力の候補が、与党の候補に、ですね得票率でなんと28ポイントもの差をつけて当選ということで、もうこれ、思った以上の大惨敗ということで、ともに民主党ね。 どううなんでしょうね、まあ、日本の民主党も分裂してなくなっちゃいましたけれども、ね、いろんな民主党できましたけれどもね <laughs> あの抹茶味とか <laughs> レーズン味とか,なんか <laughs>、ね、いろんな味の民主党できましたけれども、まあ、韓国も共に民主党ね共にいられるかどうかというのはちょっと分かんなくなってきたなという感じでございます。でね NHK の記事によるとね、まあ、この原因はですね、えー、例の土地公社のね えー、職員らが開発計画の発表前に値上がりが見込まれる土地を、えー、不正に購入していた疑惑この件でですね、まあ、政権に対する反発が広がったとで、まあ、このせいでですねムン・ジェインの支持率というのはですね、えー、2017年の就任以来最低の30%台前半に落ち込み、えー、与党がものすごい逆風にさらされていたと。 で一方ですね、えー、最大野党はムン、まあ、政権に対する審判を訴え政権の批判票を幅広く集める形となったというふうに解説をしておるのですがまあ韓国の大統領が政権末期になってあの任期まで、ね、任期を全うできなかったあのパク・クネさんという方もいらっしゃいますし、えー、パク・クネさんのお父さんもね、えー、任期も何もなく暗殺されてしまいますからね、えー、それ荒っぽいことがあったりとか。 まあちょっとね、これ成熟した民主主義と呼んでいいのかどうか分かんないですけど、結構ね、よくある話なんですよ。ただ、この NHK の記事は、ですねこの次ね、こう書いてありまして、与党敗北の要因ね、さっきのまあ続きですけれども、この LH というね、土地公社のまあ職員によるえ不正購入疑惑ね。 これがまあでかいんですけどその元になるのはねやっぱり4年間で首都圏のマンションが2倍近く値上がりするといったですね、まあ、不動産バブルをね、えー、放置して、えー、無策でいたことが原因なんじゃないかとで格差の解消やね公正な社会とか言ってきたムン・ジェインですけれども結局、ですね何も実現できないんじゃないかということで支持率が30%台前半にまで落ち込んでいると30%割れも間近と。 えー、いうふうに言われてます。もともとムンジェインっていうのは40%のね支持率40%というのは岩盤層っていうふうに言われていて、これを切ることはまあまずありえないだろうと言われてたんですが、まあ、ついにですね、岩盤も侵食される事態に陥っていると。えー、野党がですね、まあ協調してですね、えー、それでムン、えー、政権に審判をと唱えてですね、批判票をまあ広く集めましたと、えー、いうことです。でね、えー、この半島情勢に詳しいあの慶応大学の西野純也 教授がです、ね、コメントをしているんですが、えー、今回の選挙結果は与党の大敗だと、えー、支持率が下がっているムン・ジェイン政権にとって来年迫る大統領選の前哨戦である、えー、重要な選挙に負けたことで求心力の低下に拍車がかかりあらゆる政策を進める力が落ちてくることになると。えー、さらにに、ね、日韓関係については 日韓関係の懸案である慰安婦問題と徴用をめぐる問題を解決するためにはムン大統領が国民を説得することが必要になる政権の求心力が一層低下していく中で国民を説得できるかというとそれは厳しいと言わざるを得ない、えー、てなことを言っているそうですが、えーまあ、この先どうなるかということなんですけどね。これあのこの西野先生は龍谷、ね、大学の李相哲先生とはちょっと違う見方をしていて、ねえー、最後、こんなことを言っているんですよ。 えっと野党が、ね、ソウル市長選で候補者を一本化した流れを大統領選にもつなれれげられるかどうかというのが、えー、注目のポイントの1つだと、えー、大統領選でも野党が勝つかどうかは別問題で野党には有力候補がおらず慎重に見る必要があるというふうに言ってるんですけどえっ、ー、ってちょっと思ったんですよね西野先生ちょっとお言葉ですがと、えー、思ったんですよそれはあの私リー相哲先生からねあの事前に直接あの聞いてますけれどもユン・ソクヨルさんというね あの検事総長ですね、はい、検事総長が辞、ね、めましたよね。であれはは公職にいたものは 1>, なんか1年以内に、あのー、大統領選に立候補できないみたいな、ね、また事後法を作ろうとした動きに、ねえーまあ、それを察知してです、ね、それを潰すために、えー、彼は検事総長を辞めて、えーまあ、その立候補するかもみたいな、ね、話が出ているみたいなんですけど今、世論調査でも20ポイントぐらいの差で、まあ、リードをしているはずで有力候補がいないというのは,それは野党にはいないけども非ムン・ジェインの有力候補はいてでおそらくその李テ哲先生はもうこいつがなると。 大統領になってムン・ジェインを逮捕するだろうと、えー、いうふうにあの予言されてましたので私はまあ一応現時点ではリー・ソテス先生のお考えの方に乗りたいなと、えー、いうふうに思いますでムン・ジェインとしてはですね自分が逮捕されたら大変ですよねだいたい疑惑ありますからあの農地転用疑惑ね、はい、あるし他にもあるでしょあの娘がその土地転がしにね参加してたんじゃないかみたいなね、えー、のがありますので <laughs> いやまさにあの種族主義ですよ えー、この、あのー、5年間ね、えー、その宮廷内の争いに敗れた方は徹底的にこの、ね、一族老党皆殺しみたいなひでえ目に遭うわけですけれどもここでやられたことをですね自分が権力の在位についた時はその子孫だろうか何だろうかまた一つ打尽にしてこの皆殺しというですね種族主義的な展開になるのか。 なならないのかまあ何とも言えないですけどね私はでもまあ,あの国がねあの韓国という国がねあのそういう種族主義から脱することがですねまあその文明国としての証かなというふうに思っているので、まあ、今回ね文インがまあ日本に対して結構ひどくでやったんで、まあ、これに対してねあの検察のメスが入るんであればそれはまあ、えーね、皆さん流院を下げることになるかもしれないんですけど、まあ、果たしてそれね種族主義的なことであってはちょっといけないのでちゃんと法律に基づいてね えー、しっかりとやっていただきたいんですがただ、その法律がね、儒教国家的な事後法である、ね、あのことがとても多いのでね、ねうーん、まあ微妙かな、まあまあいずれにしてもですよ、いずれにしてもですね、ムン・ジェインはですね本当はあれですよね、チョグックを後継者に、えー、置いて、でですねでその、まあ、検察もね解体してですね えー、自分があの大統領を辞めた後、ね、あのね絶対に訴えられたりとか牢屋に入れられたりとかしないような万全な,、えー万,弱なね、万全かつ万弱な体制を敷いてですね、えー、なんとか、えー、その後ね過国の政界に何、まあ、て言うんですか影響力を残そうとねまあ,あのなんだっけ1 0百年執権でしたっけ百年執権でしたっけ要はその左派政党がその、まあ、あの百年間ね 政権の座に、えー、あり続けるみたいな、まあ、そんなようなこともあのかつては言ってたらしいんですけれども、まあ100年どころかですね、来年終わってしまう可能性が結構高くなってきたなというのが現状です。まあ、ただね、これは繰り返し言ってますけれども、ユン・ソクヨル氏はですね、反ムンジェインではあるけれども、別に親日というわけではないです。はい、ここは気をつけていただく必要があるかなとねいうふうに思います。であともう一個大事なことはですね、 まあ、反日教育やってる国ではあるけれどもでもそれを真に受けてね日本なんとかって言ってる人もいればそうじゃない人もいるからねあの国にはねで実際に日常勝友先生なんかと一緒にねあの日本の主張が正しいっていうふうにあの、ね、勇気を持って言ってくれてる人たちもいるしそれこそねあの反日種族主義を書いた先生方っていうのは、えー、そういうことよく分かってね客観的な事実に基づけばね こんな徴用工なんてのはおかしいじゃないかということを韓国の側から言ってくれる人もいるということはねよく理解しておく必要があるのではないかなと、まあ、何でもかんでも主、ね、語を大きくして適、ね、用をでっかくするっていうのは、うん、必ずしもいいことじゃないかなと、ね、いうふうに思いますので、ねまあ、悪いのは文人政権だと。 と、えー、いうことでどうですかねまムンジェイン個人の問題もあるしねその背後にいる怪しげなね勢力っていう問題もあるんでねはい。まあ、ということでまあ、それも来年で終わりかなどうなるかなと、えー、いうところでございますはい。今日の内容面白いなと思った人はねぜひ高評価のボタンを押していてください、えー、それからですね、えー、感想などをぜひ、ね、コメント欄にねこのファッションモンスターも含めて書いていただけるとありがたいなというふうに思いますガー